綿菓子を食べようよの段。忍たまスタイルだったこちら。あの私この間、綿菓子作れるマシーンを売ってるのを見つけて、これね、すごいね、買ってきたんです。これ買えるんだ、これ買えるんだ。これ意外と3万円台で買えちゃった。3万円安と思って買ったんだよ。安そうなんだ。するはするね。これスイッチ入れて、舐めてぐるぐるに回します。あ、回った。おお、舐めて、舐めて、ここに指入れたらやばい。ベロ入れて、ベロ入れて。熱いし、熱いし、回るし、やばい。どっち取る？やばいね。しかもこのマシンあれらしいですよ。なんか普通の市販のキャンディーとかを入れても一瞬で溶けて。なるほど。実は何の飴でもいいらしい。なるほど、そうだったの、綿菓子って。だからオリジナルフレーバーのね、すげえ、なんかも作れます。ほら。今回死ぬほど飴買ってきてるんで。やった、世界中の飴全部買ってます。世界中のめちゃくちゃありますね。やってみましょう。はい、ちょっと前ね、原宿でね、普通の綿飴作りますか。あ、ベタだね。じゃあ私がね、お手本見せましょう。はい、作れるのがお前に。これですね、ザラメ。ここにザラメを入れるわけです。ザラメなんだね。もう簡単、いけ。おぉ、おぉ、もうできてる、もうできてる。めっちゃ割ってるじゃん。めっちゃ割ってる。ちゃんと回して。ちゃんと回して。ダイヤモンドダストみたいになってるじゃん。大丈夫大丈夫。オフィスがベタベタになるから。ちょっと掃除した時にこれやばっ。やばっ。どうするのこれ。ちょっと待ってください。何やつ。町内会とかでこれやったらマジで8分にされる。じゃあちょっと見して完成品を。おいおい、ね、最悪。テレビの大活躍した後のマズイ棒じゃん。ちょっとどけどけ。すげえ綺麗。どけどけ。ちゃんと綺麗にね。どけどけ。頼ますよ本当に。すぐよすぐよ。おわあ、やめ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 。おしこしこしこ。すごいすごい。おお、うまい。うまい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 。綺麗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 。あー、すごいすごいすごい。なるほどね。自分のにしてんじゃん、もう完全に。はい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 。すげえ。やってるね。子供のテンション上がるわ。これはかっこいいね。これ本当にね。アルファの子供と恐山の子供。ねえ、これね、テンションが違うでしょ。こんないっぱいできんの？ねえ。こんなに甘やかしていいのかな。ねえ。綿飴だからね、甘やかしていいんじゃないかなって。厳しさなのそれ。はい、ということで。失敗しか見てないんだよ。恐山くんとね。僕の。あ、全然違う。これはひどい。ふわふわじゃん。これはひどいよ。何それ。味は、ちょっと食べて。味はね、激まずですよ。お、わわわわ。うまっ。なくない。げ、ふわふわ。子供。ふわふわっすよ。食って食って。あ、すごい。食ってって食ってって。あ、いいね。むしってってむしってって。口どけがすごいよ、口どけが。あ、うまい。あ、すごい。うま。優しい。ちょっと、あ、ついちゃった、ついちゃった、ついちゃった、もうすごいね。あ、あれ？あ、これうまくいかないと。グルーおじさんじゃない、これ。プライドが高い。プライドが高い。これをじゃあ、いろんな飴でできるってわけですね。ちょっとやってみましょう。今日これ私、あれですか？じっとしてた方がちゃんとしてよ。はい、ということで、いろんな飴を持ってきました。おすごいな。町岡強盗してきた。町岡強盗。何からいきますか。どれがいい。ベタなやつからいいか。パイン飴は。パイン飴。あ、いいね。パイン飴ちゃんと探したらあるから。下かな。ちょっとちょっとちょっと。あ、そこは別のキャンディーでしょ。しょうもねえ。今のね、低評価。あまりキャンディーに例えばないから。よし、ザラメと混ぜた方がこう、はいはい、甘になりやすい。そういうこと？ちょっとザラメと配合した方がうまい。入れるの？あ、じゃあその筒に一緒に入れとくってこと？一緒に入れちゃった方が。パイン飴入れて、ザラメ入れて、またパイン飴入れるぐらい。なるほどね。なるほど。カチャンって入って、一回ザラメちょっと入れて。多いですね。あの真上に吹き上がってくるんで、はいはい、この辺回しても意味ないんです。え、ここは意味ないってこと？はい、なんで回してたの？あれはだからパニックに。行
来ます。もうすぐだからね。すぐよね。行っちゃって。もう来るよ。わわわわわわわ。おぎ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 。お、それを外した方がいいか。はい。はっ、お、ちょっと両手でくるくる回しておいて。あ、あ、いい、あ、いい。あ、いいね。あ、いい。え、なんかと。なんか。あ、なんか俺いいんじゃない、ね、回ってない、下についてるだけ。あの棒自体を回した方がいい。棒自体を、棒自体を、そう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 。おお、あー、いい、うまいじゃないですか。あ、うまいな、俺。できた、これで。これがでも普通の綿飴と色は違う、悪いっぽいですね。全然見た目はね、ファインの感じないけど、クレーと比べてどうか。おじさんの綿飴。あ、え、パイン。嘘つくな、パインだ。嘘つくな、すげえ、バカじゃねえか。ちゃんとパイン飴の味する。本当に美味しい。え、めっちゃうまい。これ売れるじゃん。あ、パイン飴だ。すげえうまいじゃん。うまっ。なんでこれ、パインの綿飴めっちゃうめえ。これ超うまい。すげえ、みんなよ、めっちゃうめえ。これ最高。次はどれ。はい、いいっすか。どれある。お、こんにちは。あ、え、アルマです。喉ガラガラじゃん。あ、こんな僕なんで。喉痛めてんじゃないですか。このボイスケアの喉で。大丈夫、何だ、味がうまいわけじゃないから。やってみたいと思います。死ね、お、死ね、来た、あ、来た、来てるね。この色もやっぱり、あー、匂い、匂いすごい、匂い、え、ほんと、え、匂い、匂いすごいよ。匂い、なんか嗅いだことないんだよ。作るのうまうま、綺麗、うまい、めっちゃうまい。匂いめっちゃやばい。あー、うわ、本当だ。プロポリスというか、ハチミツ的なやつなんですね。すげえ綺麗。アルファの綿飴、すげえ綺麗。サトリ君も、サトリ君もそういうの言ってるからね。もういいかな。はい、めっちゃ綺麗。めっちゃいいね。才能すごい、お上手。じゃあね、これでうまかった、これでうまかったな。なんで綺麗、忘れてる、おいしいからね。喉今痛めてるけどね。喉にいいって、喉にどうなんだろう。テンション上がる。こういう感じ。わー、薬、薬じゃんこれ。うわ、すごい、ジュワーって口の中広がる後で。あー、やばい、これおっさんのハンドバッグの中な。でもちょっと良くなってきたな。なんかね、刺激がちょっと、喉が癖になりますね。そんな、溜まっちゃった。溜まっちゃった。いや、これ、はい、でもなんかスーッとする感じは悪くない。確かに、うん、これの味じゃない。喉飴じゃん、別に。喉飴、喉飴いいんじゃない。これ、VC3000 喉飴とか、レモンとか。あ、あ、レモン ね。人生舐めずに。そう、舐めたらあかんと言われたから、舐めたらあかん。綿菓子と違えば。確かに、そういうことだったよね。そういうことを言ってたのかもな。そういう謎かけだったんだ。じゃあ今までのはみんな不正解だったから。そうね、だからわらべ歌にして伝えてたんだ。いっちゃって、いきます。いっちゃって、うい、おわー、いたいたいた、うい、おわー、いたいたいた、大丈夫？あれだー。なんで？違う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 。パニック、パニック、パニック、スーパーパニック。器具で巻こうとした。あ、でもなんかね、クラゲみたいになってきた。あ、でもすごいね。あ、いいね、いいね。照明器具みたいになってきた。あ、なにこれ、なんで？IKEA で売ってるやつ。眉、眉みたいになってきた。え、なんかその中に手入ってんの、その中に。加藤さん全部持っていかれるんだよ。縮んだ。ああ、なんで縮んだ、なんで縮んだ、急に縮んだ。終わった。はい、お味はね、VC3000 わたあめ、綺麗。食べてみます、じゃあ。ん、それだけ？なんか酸っぱいなぁ。酸っぱ、あ、うまいかどうか微妙なラインだな。酸っぱ、酸っぱいだけ。おしっこの味しません。おしっこだ。一瞬おしっこの味する。一口目おしっこだ。そう、一口目おしっこの味する。なんで？うん、なんかめっちゃおしっ、めっちゃおしっこ、めっちゃおしっこの味する。なんで？おしっこ、ビタミンではそんなに分かんない。山味ではあるけど、そんなうまいって感じだよね。うん、いや、パイン飴は超えなかったんでね。パイン飴1位ですね。マントも1位だそうだね。はい。ちょっと何やってるの、フルボケちゃった。昔の道具になっちゃった。じゃあ、続いて僕、うん、はい、
鼻の口づけ。ある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 。これ僕めっちゃ好きなんですよ。買ったことないな。ミルクスモモキャンディ。ああうまそう。めっちゃうまい。めっちゃうまいって絶対うまくなると思う。じゃあちょっとこれ怖くてできない。どうした？そういえば永田さんってでかい機械が怖いんでしたね。そう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 。人の力を超えた機械が怖いの。大丈夫だ。超えてないっす。こんなに手巻き込められる。いやいや、恐れ山ダメだって。じゃあじゃあ。恐れ山。あ、ほらほら、もうこぼしてるもん。ダバいって。ダバいって。無理なんだ。いや、いいんだから。いや、もう無理なんだ。じゃあ、託されましたから。お願い。頼むよ。もう大丈夫。本当にね。いけ。え、出てこない。いや、出てる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 。詰まっちゃった。詰まっちゃったね。いや、出てる。1個は出たんじゃない？ 1 個は出たと思う。1個出てない？これはもう1個も出てないんじゃない？え？ 1 個も出てない？ 7 目しか出てないんじゃない？ 1 個も出てない。それ多分普通の綿菓子。フルボケたせいでさ。いくよ。無理なの。入った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 。もう1回ある。さっきに比べたらもう明らかに。さっきよりテカテカしてない？確かに。テカテカしてる。なんか、手もなんか。手が。え？手が、手が、恐れ山、恐れ山、手が、ワンピース、手が、すげえ待ってる、恐れ山、待ってる、待ってる、恐れ山、やばいやばいやばい、恐れ山、ベッタベタになっちゃうから、ベッタベタになるって、終わった？終わったし、終わった、よし、逮捕された、スパイダーマン逮捕された、あっそう。あ、すげえいい匂いするでも。匂いはいいね。美味しいんじゃない？これ味は。あ、恐れ山。ここが一番うまいんじゃない？腕毛みたいな。腕毛。おじいちゃんの腕毛みたいになっちゃう。ごめん恐れ山。じゃあちょっと食べますよ。はい、食べよう食べよう。あ、手をね。手ぶれ。あ、すごい。綺麗だった。綺麗だった。あ、綺麗。どう？美味しい。え？めっちゃ。めっちゃ優しい味。恐れ山の。ああ。あ、おいしい。すごい。あ、割れる、めっちゃ。めっちゃおいしい。めっちゃ優しいです。すごい。これいいじゃん。ちょっと酸っぱくてね。あー、おいしい。これおいしい。ミルクがちょうどいい。あ、うまっ。うめぇ。あ、うめぇ。おじいちゃん腕毛さん。おじいちゃんの腕毛で。うまい。これうまいわ。これいいな。お、これいいんじゃないですか。いいじゃん。三つ星の贅沢。濃厚ほろ苦塩キャラメルだから。チッ、わっ、おぉ、あー、あら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 、あ、めっちゃいい匂いする。え、映画館。あ、めっちゃいい匂い。あー、キャラメル。東方シネマズの匂いする。すごい。キャラメル。これはすごい。あー、めっちゃいい匂いする。あ、すごい、ディズニーランドみたいな。最高じゃん。これ最高。じゃあ、いいっすか。はい。これが、わ、綺麗。濃厚ほろ苦塩キャラメル。絶対うまい。いただきます。はい。ん？ん？どう？ん？もう止まんなくなってんじゃん。止まんない。え？なんかうめえ。なんか想像できない。なんかうめえ。初めての。わかんねえ、なんて言えばいいかわかんないけどうまい。あー、あ、うん、ちょっとコーヒーっぽい味。うん、うん、あ、うめえ、うめえ、うまいね。おいしい。大人の夢食ってる感じです。おいしい、これ。うん、うまい。でも本当にあれだね、あの東方シネマズの空気。東方、東方シネマズの空気。こうやって、こうやってやるでしょ。まあ確かに映画館の誇りだわ。そんなことよ。じゃあさ、もうこれを混ぜちゃうっていうのも。あ、ミルクとコーヒーで。ミルクとコーヒーでさ、いきます。はい、はい、OK。 最初は怖いでしょ。お、お、いった。来た来た来た。大丈夫。なんかあれ、何か来てる。なんか調子悪い。なんか調子悪い。ほぼほぼなってんじゃん。あれ、ザラメが少ないのかな。調子悪いかな。なんか引っかかってるこれ。大丈夫。え、やばい。なんか全然いかない。甘い匂いが。この辺がすごいのよ。ザラメ足す。つなぎになってる。うん、それかもうザラメが出るだろう。これ出てこなくなっちゃってる。出てんだけどね。出てんだけど、なんか綺麗に、なんか綺麗に出てこなくなっちゃった。舞の数エグっ。すごい、どうなっちゃうの。神秘的だな。僕もめちゃめちゃなんか加藤さん。あ、加藤さん。老人おんぼろ人形キョンシーみたいになっちゃった。あれ、加藤さん屋根裏から出てきた。なんだこれ。え、あ、煙じゃない。え、
煙出てる。臭いからやっぱどっか一回止める。一回止めた方がいいよこれ。一回止めよう。任せよう。任せよう。臭いんだよね、なんか煙出てない。わあ、詰まってる、詰まってる。内側。うわ、なんか出てる。あー、何これ。あー、やばいやばいやばい。溶岩来ちゃった。ちょっとペースト入ってたんじゃないのこれ。ほら、煙すごいよ。じゃあ、あれだね、中になんか入ってるやつを使ったらダメなんだね。そうだね。多分そうですね。おしまいだね。いや、僕せっかくね、ちょっと考えたのがあって、この、うん、永田さんをこうくるくるやったら、ここにこうまん丸になって、永田さんがこう捕まっちゃったみたいなのがやりたかったんですけど。やりたかったね。残念。残念だね。あ、くよくよ。これが出たらおしまい。今日のところは、今日のところは一回きれいにします、はい。じゃあみんなは絶対に真似しないでください。さようなら。こんなはずじゃなかったのに。こんな悲しいはずじゃ、ね、やっぱ調子に乗っちゃダメだな。マジで今更っすけど、はい、茶色いザラメはより白いザラメが多いらしいです。え、誰なんなんだ。誰だお前。おすみのです。すみません。じゃあチャンネル登録のお願いお願いします。すみません。間違えました。チャンネル登録よろしくお願いします。間違えたのに。あ、治った。治ってんじゃん、これ。よかったね。はい。治ったね。ね、使う前より綺麗。治った。治ったね。よかったよかった。あ、治った。治ったぞ。